でもあと日本じゃ考えられないのは何だろうな。うん、ないないない。いやプライベートジェットが基本的に一番。あ、トランプとかできるじゃん。あーできる、うん、テーブルついてさテーブルなそうそうでもそれに関してはドイツはあのテーブルがウィーって下がってみんな寝れるからうんうんうんマジなんか移動とかに関してはやっぱ日本国内以外ないじゃんチャンピオンズリーグとかがないからなそう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 、うん、午前中に練習できる優勝旅行はもうあの結果違いトッティと会ってたよねそうや優勝旅行とかあるやんリオンやろリオンそうそうどこ行ったんだっけ5回それはさチャンピオンズリーグチャンピオンズリーグ勝えそうあそうなんだ、うん、リーグじゃダメなんだもんリーグは普通だからねそうそうでもまあ 5連覇してるから最初2年か2年は行ってないしそっから5連覇してるからただ最後の年はコロナで行けなかったのとその前の年はフランスワールドカップ の、 あの合宿がすぐあってあみんなは行ったけどさっきは行けへんかったってやついやみんな行かなかったそれでああもうみんなあもうみんな代表入ってるもんねそうそうだからみんなオフが5日とかしかない中その優勝旅行に3日使われるのはみたいな家族に会いたいしみたいな感じでそう最後の方は行ってないけどそうだ3回行ったね3回行ったいやあれはねサントロペっていうフランスの本当になんかお金持ちがリゾート地そうそうそう、うん、お金持ちがいるようないやでもあれはマジで本当にちょっと様子おかしいえどんなどんなどんないやマジやばいよなんかもう映画みたいなビーチとかプライベートビーチとかでプライベートビーチとかやばくないえやばいよなんかさ本当乗ってなかった船みたいなプライベートボートみたいな何ああそうそうそうなんかオーナーの会長の持ってる船なんかみんなでその船の中でチャンピオンズリーグの男子の決勝観戦みたいなやっぱご飯とかもなんかワインとかお酒とかご飯とか出てきてよセレブやばいやよセレブとかもうなんかただのこれパフォーマンスじゃんと思ってもうね泊まってるとこはえ泊まってるところもめっちゃすごいよなんかいやまあ部屋は、まあ、みんな家みたいな部屋であまあ一軒家っていうかその2階とかあるわけじゃないけどまあ普通にでっかい部屋でそのホテルの中にあのプールもついてるしプールな海外あるあるそう夜めちゃくちゃすごいお金持ちが集まるようなレストランでご飯食べて、うん、もうさ何分かに1回踊り出すわけだからみんなめっちゃ高いシャンパンとかもう全部やったりとかなんかこうバーみたいないやなんかもう本当マジでお金持ちの感覚わかんねえって思いながら3時とか4時に帰ってきてみんなプール行くのやーうわー酔っ払ってんのにいやだから本当ね気をつけなって思いながら私寝るねっつって部屋帰るけどなんかね、オーナー何？何者？いやバケモン、マジで。バケモン！いやマジお金持ちのなんかレベチ。でもやっぱ会長が女子のサッカーに、リオンに関しては、めちゃくちゃ関心あったから、うん、その女子のためにやってることすごいたくさんあるし、なんかまあ、リオンだったらさ、男子トップ、次女子トップが来るわけ。男子の 2分とかよりも先に。うんうんうん、すごいね、それね。いやそれが一番でかいのかなっていうかその女子サッカーへ の、 その会長の貢献もすごかったしやっぱ8年前よりもその最後の年の方が格段に環境も良くなってるしうんやっぱすごいよね本当に、うん、そういうのはクラブハウスとかさあの食事とか